カ用の焼き鳥でできました。はい、もう一回じゃあ実食したいと思います。すごい香りやばい。今日のふれあいタイム、すんげえ上から無線。あ、やばいやばいやばい、上から無線。かわいい。ちょ、ママ、すよ、膝上にさ、上から目線お願いします。今日のふれあいタイムね。はい、ふれあいタイム。あ、スイート触れてこい。スイがいるよ。もうね、スイよりも今肉の方、肉の匂いの方が私気になるわっつって。そらそう、ねえねえとふれあうじゃん。食欲が一番ですから。さあ、どうでしたか、焼き鳥美味しかったですか？笑ってるスイが。この間、俺らが食ってる焼き鳥をね、すごい羨ましそうに見てたの、モカが。そう。ということで、今日はモカのための焼き鳥パーティーでした。イエーイ、はい、家族団なんです。焼き鳥、焼き鳥を聞きつけてやってきた娘と孫、食い物に釣られてやってきました、こやつらも。はい、ということで終わりたいと思います。あー、元気だね。あー、ちょお前、あたたたた、お前ちょっとご飯食べてこい。ちょっと、そう、前が起きて、ルイだったよ。オシャンティーな髪型、それ髪セットしてんの？お母さん譲りです。で、なんかデコなんかできてるで。虫刺され、うん、虫刺されました。鼻の下はひっかいて、もう左耳も決まってんね、今日もヘアスタイル。ちょっと横に流そうか。キューピーマヨネーズクルンってしたい、ここクルンって決まってんね、今日もね。母親譲りです。これモザイク入れるの大変そうやな。それモザイクなしでいい？超フェード。距離感近くなったね。ね、本当に嫌だったら逃げてると思うけど。ここ私の場所なんだけどって言いにくい。私の場所なんですけどつって。そんな気もするよね。私のママの場所なんだけど。暴れるのも大概にしてください。叩かれて張り手くらった。おいみたいな顔する。でもお姉ちゃんになったね、僕もね。うん、最初はあんな小さな時も肩にね、疲れちゃって若干我慢はしてる、我慢はしてるね。ダンランタイム。モカ可愛いな。めっちゃ可愛い。
久しぶりの家族団らんの時間です。おいしかったですか、休み。おはようございます。焼き鳥美味しかったですか。赤ちゃん疲れるんか、お眠りの時間みたいです。